皆様お久しぶりです。サクパンです。結構もう半年ぐらい、最後の動画から半年ぐらい経ってると思うんですけども、こんなに期間空いてるにもかかわらず、何の発信もできず、ご心配をおかけして申し訳ありませんでした。この度、主人と私の念願であった新しい命を授かることができました。で、この秋に出産予定にしています。安定期に入ったらすぐ動画にして発表したかったんですけど、もう結構4年ぐらい遠回りしながら、不妊治療をしながらの妊娠だったので、ちょっとなんか妊娠できたっていうことに対して
いまいち確信が持ちきれてないっていうか、そんな感じだったのと、座りが思った以上に重かったり長かったりで、なかなか誰にも言えず機会を逃し逃しでこそこそと安静に過ごしていました。で、去年の暮れぐらいかな、初めて妊活頑張ってるよって発表した時に激励のメッセージとか共感の声をたくさんいただいて、なので今こうやって報告ができたことを嬉しく思ってます。で、しばらくは出産だったり慣れない育児だったりに奮闘して、なかなか思うようには更新とか撮影とかできないのかもしれないんですけども、まあ、今後も YouTube とか Instagram は変わらずご飯とか猫ちゃんとの日常とかをお届けできたらなって思ってます。あの、そうだ、腎不全一回やってるんで、その闘病でもしかして変なこと起きたんちゃうかっていう風にちゃちゃのことを心配してくださってる声も届いてて、そこにはちゃんと答えたいなって思いつつ、すごい遅くなって本当にすいません。今点滴なしでも数値も安定してて元気に過ごしてくれていて、本当に良かったなって感じです。はい、なんかこれからも温かく見守っていただきますようお願いいたします。視聴いただきありがとうございました。